シークは、現在はナイル・ロッチャーズシークとして知られるアメリカのディスコバンドで、1972年にギタリストのナイル・ロッチャーズとベーシストのバーナード・エドワーズによって結成されました。このバンドは、ダンス、ダンス、ダンス、餃子、餃子、餃子、1977年、エブリバディ、ダンス1977年、ルフリーク1978年、アイ・ウォッシュユア・ラブ、1978年、 グッ o イムス1979年、マイ・フォービッ n ラバー、1979年など、多くの商業的に成功したディスコ曲を録音しました。このグループは、自身をディスコムーブメントのためのロックバンドとみなし、ヒッピーの平和、愛、自由を実現したと考えました。ナイル・ロッチャーズとバーナード・エドワーズは、1970年に、ニューヨーク市周辺で、セッションミュージシャンとして出会いました。彼らは、最初ザ・ボーイズという名前のロックバンドを結成しましたが、 すぐにザ・ビッグ・アップル・バンドに変更し、ニューヨーク市で多くのギグを演奏しました。 彼らのデモに興味があるにもかかわらず、彼らはレコード契約を結ぶことはありませんでした。彼らは両方ともヒット曲 I'm Do In Final を持つバンドであるニューヨークシティに加入しました。オリジナルのデモテープは DJ スタジオエンジニアのロバート・ドレイクによって作成され、彼はニューヨークのアフターアワーズクラブナイトールで DJ をしていた際にレコードをかけました。ニューヨークシティは1976年に解散しました。ウォースター・マーフィーがウォースター・マーフィーザッアップルバンド名義で。 シングルとアルバム、アフィフス・オブ・ベートーベンをリリースした後、エドワーズとロジャーズは彼らのバンド名をシックに変更しました。1977年にドラマーのトーニー・トンプソンがバンドに加わりました。英国のグラムロックバンドロックシュミュージックのコンサートに参加した後、ロッチャーズは音楽とイメージが一体となるグループのアイデアを開発し、 匿名でメイクを施したアメリカのロックバンドキッスからも影響を受けました。1977年、エドワーズとロジャーズはドラマーのトニー・ソンプソンを募集し、以前はラベルとエクスタシー、ファッションペインで活動していた彼をバンドに加えました。彼らはトリオでカバーバージョンを演奏しました。トンプソンはキーボーディストのレイモンド・ジョーンズをバンドに加わるように進め、彼とはエクスタシー、ファッション。 アンドペインで一緒に仕事をしていました。フルバンドとなるために歌手が必要でしたが、ノーマチ・イン・ライトとの契約により、彼女がバンドの仕事に加えてソロキャリアを持つことが許可されました。若いレコーディングエンジニア、ボブ・クリー・マウンタンを使用して、彼らは曲ダンス、ダンス、 ダンスやウサー、ダウサー、ダウサーを制作しました。その結果、シックはサポートアクトとして活動しました。最初に録音されたシックの曲のタイトルはエベーアイボディダンスで、これが彼らの最初のアルバムに収録されました。アトランティクレコーズ社との契約のもと、1977年にセルフタイトルのデビューアルバムシックをリリースしました。 このアルバムはデモテープの拡張版でした。しかし、エドワーズとロジャーズはライブで演奏する際にサウンドとビジュアルをバンドの録音スタジオサウンドと一体化させるために。 もう一人の女性歌手を加える必要があると確信していました。ライトは友人のルッチ・マーチンを勧め、彼女は1978年の冬から春にかけてメンバーになりました。デビューアルバムのセッションが終了した直後、バンドメンバーはライトのセルフタイトルのデビューソロアルバムノーマチンの制作を始めました。このアルバムにはナイトクラブのヒット曲サタデーも含まれていました。 ライトのソロキャリアを支援するために、バンドは別のレコード会社と契約することに同意しました。この契約の法的詳細は、最終的にライトにバンドとの関係を終了させることを余儀なくされました。 Good Times はアメリカの R&B バンドシックの3枚目のアルバムリスケー1979年からのディスコソウルソングです。この曲はローリングストーン氏の歴代最高の500曲リストで68位にランクインし音楽史上最もサンプリングされた曲の一つとなりました。特にヒップホップ音楽で賢著にサンプリングされています。 オリジナルはアウオームサマーナイトとの B 面としてリリースされましたが、2004年にアイワンジュアラブとの B 面で再発売され、イギリスで銀の認定を受けたバージョンです。歌詞にはミルトン・ゲージャーのハッピーデイズアーフィア。 アゲインへの言及が含まれており、また、アル・ジョルソンが有名にした、アバウト・エイ・クォーター・トゥ n ナインの歌詞に基づいたフレーズも含まれています。ナイル・ロッチャーズは、これらの大恐慌時代の歌詞が、当時のアメリカの経済状況について隠れたコメントとして使用されたと述べています。2015年のインタビューで、ロッチャーズは、グッタイムスは、1974年の、クル・ザ・ギャングの曲ハリウッド・スインギングから、一部インスパイアを受けたと述べました。この曲のバッキングトラックは、シュガー・ヒル・ガングの、1979年、 シングルラッパースディライトで顕著に再現され、ヒップホップの発展における重要な曲となりました。ナイル・ロッチャーズとバーナード・ヨーズは著作権に関する法的措置を取り、 それにより、共同作曲者として、クレジットされることになりました。ロッチャーズは、もともとは、この曲に不快感を抱いていたが、後にそれを自分のお気に入りの曲の一つとし、シックの楽曲をサンプリングした曲の中でも、お気に入りの曲と述べました。バーナード・エドワーズ、1952年10月31日、1996年。 4月18日はアメリカのベーシストであり、ディスコ音楽での活動とギタリストナイル・ロッチャーズとの共同プロデュースで、主に知られており、彼と共にシックを共同設立しました。エドワーズはノースカロライナ州グリーンビルで生まれ、 ニューヨーク市のブルックリンで育ち、1970年代初頭にナイル・ロッチャーズと出会いました。当時、エドワーズはロッチャーズのガールフレンドの母親と一緒に郵便局で働いていました。彼らはビッグアップルバンド、1972年から1976年まで活動を結成し、最終的に歌手、ノーマジーン。 ライトと一緒に、ドラマートーニー・トンプソンと共に、シックを結成しました。また、エドワーズはナイル・ロッチャーズと協力して、他のアーティストのためにプロデュースし、楽曲を提供し、シックを使用して、ボーカル以外の音楽的な全てを演奏しました。これらのプロデュース作品には、ノーマジン・ライト、シスター・スレッジ、シラ・ビー。 レヴオーション、ダイアナロス、ジュニー・マティス、デビ・ハリー、ポンジ、ソーヌトンなどが含まれ、さらなるヒット曲を生み出しました。We Are Family という曲では、カシー・スレッチが、エドワーズに簡単なシャウトアウトを送り、ダー・カム・オン、バーナード・プレイ、プレイ・ユア・ファンキー・ベース、ボーイと歌っています。 一人で作曲プロデュースした際には、ダイアナ・ロースに、1985年の、プラチナ・アルバム・スウェット・ウェイからの、彼女のトップ15ヒット曲テレフォンを提供しました。1970年代末の、ハン・ディスコ・ムーブメントの後、バンドは放送とセールスの両方を得るのに苦労し、1980年代初頭に解散しました。その後、ロジャーズとエドワーズは、一緒にも別々にも、様々なアーティストのレコードをプロデュースしました。エドワーズは、1983年に、ソロアルバム・グラッド・トビー・キアーをリリースし、 1985年には、スーパーグループパワーステーションの設立に、 重要な役割を果たしました。バンドの最初のアルバムは、エドワーズによってプロデュースされ、シックのドラマートーニー・トンプソン、そして、デュラン・デュランのメンバーである、ジョンとアンディ・テイラー、さらに歌手の、ロバート・パーマーが参加しました。エドワーズはこれに続いて、ロバート・パーマーのヒットアルバムリプタイットをプロデュースしました。彼は、1980年代と1990年代に、ダイアナ・ロス、アダム・アント、ロット・スチュワート、ジョディ・ワトリー、グレーソン、 ヒュー、エアサプライ、ABC, デュランデュランなどのアーティストをプロデュースし続けました。エドワーズは1990年代初頭に再びナイル・ロッチャーズと共にシックの再結成を果たし、 1992年にアルバムチックイズムをリリースしました。1996年、ナイル・ロジャーズは日本のタバコ産業のスーパープロデューサーオブザイヤーに選ばれ、その年の4月にシックと共に日本での公演に招待されました。東京の武道館でのコンサートの直前、バーナード・エドワーズは病気にかかりましたが、ロジャーズがキャンセルを拒むという彼の強い意志のもと、ギグをキャンセルしませんでした。 エドワーズは演奏を続けましたが、時折助けが必要でした。ある時点で、エドワーズは数秒間気を失い。 その後、演奏を再開しました。ロジャーズは、ベースの演奏が欠けていることを、意図的な即興演奏だと思い込んでおり、真実を知るのは、講演後までありませんでした。コンサートの後、ナイルは、バーナードの様子を確認しに行き、彼がどうしているか尋ねました。バーナードは大丈夫、休むだけだと答えました。これが、ナイルがバーナードと最後に話した時でした。バーナード・エドワーズは、ホテルの部屋に引退し、後にロジャーズによって亡くなって発見されました。 死因は医師によって肺炎と判断されました。バーナード・エドワーズの最後のパフォーマンスは1996年にライブ・アット・ザ・ブドウカンとして発売されました。彼のシックのヒット曲グッタイムスのベースラインは音楽史上で最も模倣された音楽の一つとなりました。1979年にリリースされたシュガー・ヒル・ギャングのラッパーズ・ディライットにはグッタイムスの音楽に基づいているとクレジットされており、レコードラベルにはベースド・オン・ザ・ミュージック、フロム・ザ・ソング・グッタイムス・ N、ロジャース、B ・ー。 エドワーズと記載されています。これはメインストリームでヒットした最初のラップソングでした。その後の数十年でこの曲はラップからパンク、テクノ、ポップまで様々なジャンルのアーティストによってサンプリングされました。デュラン・デュランのベーシスト、ジョン・テイラーはソロ演奏中に敬意を表してこの曲を演奏し、バーナード・エドワーズを彼の主要な影響として挙げました。エドワーズはシック、シスター・スレッジ、ダイアナ、ロッス、およびロバート・パーマートの仕事により4つのグラミー賞にノミネートされました。